はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はね、先ほど僕はゼロチューハイでね、クソまずかったんでね、これで流したいと思います。グレープフルーツ味のゼロ仕立て宝。5つのゼロ、香料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料がゼロ、着色料もゼロ、アルコール度数 8%、果汁が 3% ですね。先ほど飲んだのはちなみにですね、同じグレープフルーツ味でもですね、果汁がたったの 0.5% という。なんと6倍の差がある。すごいな。さすが宝。原材料がグレープフルーツスピリッツと、グレープフルーツとレモンと、水溶性食物繊維って。おぉ。レモンが入ってるこれ。レモン入ってんだけど。ほぉ。グレープフルーツ味ならレモンが入ってると。なかなか珍しいです。果実の美味しさ閉じ込め製法により、糖質ゼロでキレのある果実感を実現しました。よし、飲もう。ほんとこのゼロ仕立ては全然甘くないからね。確かに、すごい。すごいというか、なかなかすごい。ほんとに本当に味がね、すごい。甘くない。おぉ。めっちゃドライ。むしろドライすぎて、俺でもちょっと、ちょっと低レベルのドライさ。ね、これはちょっと、もうちょっと甘さあった方がいいんじゃないかなと。まあ、だからだとね、若干甘いので、焼酎ハイボールがありますからね。まあ仕方ないかと。まあ、それと差別化を図るという意味でもあるとは思うけど、俺的にね、チューハイがね、甘さあった方がいいと思う。なぜなら、ここまで来るとね、もう糖質がゼロで、なんとかゼロとかって書いてあるでしょ。それだともうね、ぶっちゃけね、自作のね、やつを変わんないんだよね。普通のグレープフルーツジュース 100% で使ってきて、で、炭酸も買って、で、焼酎買って、で、混ぜて、はい、出来上がりで。もう、味変わんないんですよ。それだともうわざわざチューハイ買う必要ないんで。結局、そういうことなんです。チューハイの良さって言って、やっぱり、自作できない。のが、香料もあるし、香料も入ってるし、糖質も入ってるんで、のがチューハイの良さだと。普通に自分で作ったより、うめえな。自分で作ったのは自分で作ったんで、それなりに美味しいんですけど、やっぱり基本甘さが足りないっていうのもあるし、あと、香りもやっぱり足りないっていうのちょっとあれだよね。だから俺はあんまり、このゼロ仕立てはね、あんまりって感じだね。焼酎ハイボールシリーズの方が好きだね。焼酎ハイボールの方が若干甘みがあるんで。いい感じだなと思う。まあ、グレープフルーツで言うと、チューハイだったらやっぱり、ね、前の動画でも言いましたけど、氷結が一番グレープフルーツだったら美味しい。レモンだったら、
レモンだったら、うん、やっぱり宝の、缶チューハイレモンかな。が一番美味しいですね。うん。うん、そんな感じかな。うん、レモン、うん。まあ、大体ほら、チューハイってレモンとグレープフルーツって味がすごい、あれじゃん。もう、いわゆる、ね、もうほとんど、ね、ない、チューハイないでしょ。レモンとグレープフルーツって。いかにこの二つが人気なんか、人気だかっていうよりは、うまいかなんですよ。で、多分、レモンの方が、人気なんでしょうね。レモンってチューハイで存在しないのないからね、種類っていうか。シリーズでね。でもやっぱレモンでいくと、宝の缶チューハイレモンは本当に、ぶっちゃけた話、ほとんど最強レベルのうまさを誇る。ですよ。まあ、何がうまいかって、焼酎がうまいんですよね。ただ、宝の缶チューハイはね、グレープフルーツ味もあるけど、グレープフルーツはね、そこまで美味しいと思う。っていうこともないんだよな。確かに美味しい。けど、ってなるね。うん。グレープフルーツだとやっぱり、氷結がうまいな。てか、氷結は基本全体的に美味しい。宝の缶チューハイも確かに全体的に美味しいけど高いっていうのもあるし。うん、まあ普通にグレープフルーツの宝の缶チューハイもうまいんだけどね。そもそもグレープフルーツの宝の缶チューハイ自体レアなので売ってないんですよ。で、さらにライムとかになると余計にレアなんで、これライムとプレーン味はな、どっちも、あれ、宝のね、違う、アマゾンで、わざわざ俺箱買いしたぐらいです。飲みたかったけど、どこにも売ってねえから。グレープフルーツは売ってるんだけど。でも買ったけど、グレープフルーツはやっぱ大して美味しくなかったなっていうのはあるね。ライムは美味しい。かな。宝のライム、宝の缶チューハイライムは美味しかったけど、プレーンが一番ないね。プレーンは買って損した。っていうレベル。なんでかっていうと、本間もんのプレーンだったからっていう。本間もんの、ただ炭酸水と、宝の焼酎の、なんだ、純っていうやつ。あれで割ったやつっていう。全く同じだったから、ね、味が、ね。だからわざわざこれ買う必要ないんだよね。これっていうか、このね、宝の缶チューハイプレーンって全く買う必要がないんですよ。もう自作できる味と全く同じだから。うん。いや、いいのか悪いのか、それは長所でもあり短所でもあるんだよね。うん。ただね、ここまで値段高くてね、買う必要は全くないと俺は思う。せめてお前ライムとかの方がまだ買う価値あるね。味がついてるやつの方が。本当にプレーンはね、本当にね、もう冗談にならないけどね、普通に自作したのと全く味を同じだったから、チューハイとして多分存在したくしても、しなくてもどっちもいいんじゃないかなっていうレベルですね。まあ、さっきも言ったけど、ライムとかレモンとか、グレープフルーツとか、に限って言うと、絶対自作するのがめんどくさいっていうのもある。うん。自作するのがめんどくさいっていうのもある。先ほどのプレーンに限っては、ただ焼酎入れて、炭酸水入れるだけで、この二つの材料だけで揃うんですけど、ライムとかレモンとか、に限って言うと、自分で絞るか、わざわざ、買ってこないといけない。レモン果汁とか、買ってこない。
で、特にライムとかなんて、ライムの 100% ジュースってなかなか売ってないんです。しかも高かったりする。ほぼ売ってないっていうか、まあ、うん。まあネットで買えば売ってるけど、まあ、100% のライムって、だいたいない。で、よくあるポッカっていうなんだ、ブランドっていうかね、会社で販売されてるライムの果汁っていうのがあるんですけど、確かあれは砂糖入ってるんですよね。しかも 100% じゃない。80% だから60% ぐらいだったから。なんで 100% のライムジュースってなかなかない。なんでなのか多分わかんないですけど、おそらくライム自体やっぱり高いっていうのがあるね。ただライムって結構、レモンよりか大きさが結構ちっちゃいでしょ。ちっちゃいくせに1個100円とかするんですよ。で、下手すればぶっちゃけスーパーにすら売ってないっていうパターン。スーパーによっては案外売ってないんですよね。ライムって。まあそもそも需要がないのか。まあ需要がないから供給がないんでしょうけど。おそらくそういうことでしょうね。まだレモンの方が料理に使ったりできるから。ライムってあんまり料理使わないでしょ。だから結局需要がないから供給もないんですよね。まあしかも需要もないんで供給がないから結果として高くなってしまうという。まあなかなか市場はよくできたもんです。まあその反面ですね、グレープフルーツは非常にでかいんで、しかも安い。まあ、でかくて安い。でかくてそれなりに安いんで、レモンも確かに安いけど、まああれそれなりに、まあ、ライムの一回りぐらいでかいだけか。まあ、レモンも安いは安いんだけどね。まあ、グレープフルーツの方がでかいですからね。でかいってことはやっぱり、果汁の量も多いしね。まあ、あと、グレープフルーツだったら、ジュースがあるからね。ジュース。グレープフルーツ 100% ジュースって普通に売ってるじゃないですか。でも、だから、しかも1リットルね、紙パックのやつ売ってるでしょ。トロピカーナとか。トロピカーナとか有名ですけど。あれって、グレープフルーツは売ってる。で、あと、オレンジジュースも売ってる。じゃあ、レモンは売ってるかっていうと売ってないんですよ。ということは、しかもまあ、あとライムも売ってませんね。100% のライムジュースなんて。なぜかっていうと、あまりに酸っぱすぎるから、多分 100% ジュースって誰も飲まないんですよ。誰も飲まないっていうことは、需要がないから結果として供給もないわけで、まあ、誰も飲まなければ、供給もないわけです。で、オレンジジュースっていうのは 100% ありますけど、なぜチューハイにないか。これは多分、俺はさっぱりわかりませんけど、おそらく、俺の中では大体、俺の中では答えは出てます。けど、実際はどうかは知りません。俺の中での、オレンジジュースがない、チューハイにない、まあ、いわゆる人気がない、っていう理由はおそらく味が薄いからです。オレンジジュースってレモンとかグレープフルーツとかライムとかに比べてそもそも香りが弱いんです。大体。とですね。まあ結局香りが弱いっていうよりは、まあ香りが弱いっていうか味も弱いんですけど。じゃあ、簡単に言うと、グレープフルーツの 100% ジュースと、オレンジジュースの 100% ジュース、どっちが飲みやすいかっていうと、というより、どっちが、まあ、味と香りの総評で、
考えて、どっちが味が濃いかとか、匂いが濃いかっていうことを考える 100% グレープフルーツジュースの方が味濃いんですよ。味濃いというより強いんです、ね。どっちが強いかって考えると、絶対的にグレープフルーツジュースの方が濃いんです。ということはですね。確かにオレンジジュース 100% ジュースでそのまま飲むに限っては全然 OK なんですけど。美味しいんですけど、薄めてしまうと、やっぱり弱くなっちゃう。でもグレープフルーツジュースって、ストレートで飲むと結構きついんですよね。味が。香りもきついし。味もきついし。酸っぱいし。うん。まあ、どれをとっても、香り、味、酸味とか、どれをとってもオレンジジュースよりか、はるかに強いんです。ということはどういうことかっていうと、割って飲んでも、強いので、やっぱり感じられるんですよね、味をね。だからだと思うんです、俺は。だから、レモンもね、当然、レモンとライムはもう論外の強さです。うん。レモンとライムは、本当にレモンは酸味が強いし、ライムは香りが強いし。まあ、ライムか、酸味も強いけど、まあ、レモンはもう、ぶっちゃけ味が強いからね。うん。少量でも味がすっぺーってなるでしょ。だから味が強いんですよ。っていうのは、割っても全然味が感じられるから、やっぱり割り材として、というより酎ハイの材料として、やっぱり少量で済むから。酎ハイのね。まあ、酎ハイの話になると、これで言うと、果汁とかの何パーセントって書かれてますけど、基本的にレモン、やっぱ少なくて済むんですよね。いかに少なくて済むか、果汁自体を少なくして済むかっていうと、やっぱりレモンが一番コスパが高いんですよ。時点で多分ライムなんです。で、その次は多分グレープフルーツぐらいなんですよね。いかに量が少なくて、そのコストがかからなくていいかっていう話になると、やはり、レモンは非常に強い。だからこそレモンがない、チューハイなんてないんです。逆に、オレンジジュースなんて、売れないんです。味が弱いし、金もかかるし。まあ、結局果汁自体を多くしなきゃ、味が弱いっていうことは、味が弱かったら、誰も買いませんよね。うん、レモン果汁 1% とグレープフルーツ果汁 1% とライム果汁 1%。こちらは、この全部 1% ですけど、割と感じられる。ただし、レモン果汁 1% って。違う、レモンじゃねえ。オレンジジュース100、オレンジ果汁 1% って、ほぼ味しません。本当に。うん、本当にね、果汁とかで比べてみるとね、非常にわかりやすいんですけど、いかにその、レモンが強いかですよ。果汁がね、レモンって大体ね、1% ぐらいなんです、果汁。うん。ちなみにこれは、3%。グレープフルーツは 3% ぐらいないと、ダメですね。ライムも、まあ、1% とかでもいけますね、ライムは。レモンとライムは割と強いっていうか、割とっていうか、多分か。非常に強い。うん。レモンなんてぶっちゃけ 0.5% くらいでも、案外、チューハイ別に見れば、香料とかでごまかせば全然いけるんですよ。だから俺もね、いろいろ本当にチューハイ飲みまくってきましたけど。もう明らかにもうその時点でもう分かってたね。前からもう分かってたけど。いかにレモンっていうのはコスパが高いかですよね。チューハイとして。チューハイの原料として。いかにコスパが高いかなんですよ。うん。グレープフルーツはでかいけど、その割に香りがやっぱりレモンに比べて、味がレモンに比べて弱いんです。
ライムは同じぐらいの、まあ、容量というか、まあ、大きさですけども、値段が高い。ということで、やはり、チューハイの原料としては、果実としては、やっぱり最強はレモンなんですよ。で、おまけに、需要があるから、レモンが安いし、しかも需要があるって、お前、誰が買わないんだ？誰がお前、使わない手はないだろ。お前、需要もあって、お前、レモンが安く手に入って、ね？しかも香りも強いって言ったら、お前、もうまさに、最強じゃないか、鬼に金棒じゃないか。話ですよ、本当に。まさにそうなんです。だからレモンは、チューハイとしてはなくてはならない、原料なんです。ね。おっと。ということでございます。まあ、これは、ゼロ時点でちょっと、ね。3133で。ちょっと俺甘くないチューハイはそこまで好きじゃない主義なんで。これはあんまり。うん、ということでご視聴ありがとうございました。